はい、こんにちは、澤田です。はい、今日なんですけど、この学校気づいてくださいよ、これブレイキングダウン来ましたよ。ありがとうございます。 YouTuber の裏方なんで、このビッグイベント参加者じゃなくても潜入しようかなと思います。皆さん見たいと思うんで、動画回そうと思うんで、まあ、僕もねゴリゴリねうわっていける感じのスタンスではないんで、立ち位置的になんで、ちょっとこそっと潜入しようかなと思います。はい、なんか知り合いとか、美咲さんとかね、サーチメンとかコメオとか、あ、ジョークもいるね、ジョークも本当知り合いとかたくさんいる中で、試合の雰囲気は気になるから、いろいろ見ていこうかなと思います。あっちょ、入り口だ、そこ。キャバ嬢や。キャバ嬢でもこの会に参加できるっていう。今んとこ余裕だ。今んとこ余裕だぜ。まだセキュリティ的にはまだバレてない。沢田ともバレてないし、沢田ともバレようがないし、沢田って誰やねんってなるとか。とりあえず大丈夫だと思う。結構練習しました。ぼちぼちっす。あ、ですか。メンタルです。バナナのめちゃくちゃ好きでした。あ、ですか。結構反響なかったですか。あのミュージカルの反響がよかったです。あの僕らのあれを小学校、中学校、高校、大学、社会人で YouTube あの全て出してきたんで。え、小学校からやってたんですか。あの小学校からやってた。そうだから結構俺のなんか繋がってる人間は全員あれを知ってるから、あの舞台でやってくれて、生で見たり、これ何やってるんですか。よかったです。はい、ありがとうございます。頑張ります。ヘイヤン君が真面目にやってるね。緊迫感あるな。なんでだよ。はい、俺の後輩の畑健です。お願いします。お願いします。でも美咲さん17だよね。美咲さんそうっすね。おっぱいのおっぱいやろ。おっぱいがいいと。でもなんか緊張感がすごい。すごいっすね。今日なんかピリピリしてますよね。してる。佐田君何しに来たんですか。俺今日は米用の頭に卵焼きをこうやって引いて山川君に食べさせるっていう。そういうのやろうかな。そういうのやってくる。ありがとうございます。はい、はい、リュウツと申します。あ、すごい、ありがとうございます。極真空手の元世界チャンピオンと、その大会 MVP で去年の K-1 が3連覇してます、アマチュアで。すごい、平地言うだけでなんかもううってなるな。そう、でも鼻がね、デブなんですよ。でもそう、いや、デブなんですよ。鼻食います。全然やばいんですよ。これがね、オーディションだともっと太ってたんですよ。はいはい、だからまだ痩せた方なんですけど、多分みんなはもっとシュッと立ってるのを期待してきたと思うんですけど、はい、ちょっと昨日減量が終わって、一人で陸寿司パーティーしたら、ちょっと戻りました。戻った。なんか、格好を、こういう格好してなかったら、顔が可愛らしいじゃないですか。嬉しい、ありがとうございます。だからなんか分かんないよね、こんな強いって。あー、ね、こう、そうっすかね。なんか知っててくれたみたいで。いや、そう、もうめちゃめちゃ、もうだからむしろ知って、もうなんか勝手になんかファンみたいな、ファンって言ったらおかしいのかな、うん、もうなんか沢田ってこう、私も編集さんと同じテンションで思ってて、沢田みたいなインスタももうフォローして、あ、沢田仕事してるみたいな。フォローしてくれたらフォローします。え、ありがとうございます。イワッチで出てきます。楽しみです。頑張ります。頑張ってください。ありがとうございます。イエーイ。軽量の様子です。まずは青コーナーの選手から対戦してください。すごいな。なんかしかもさ、ミクルさんもさ、ちゃんとさ、最初から立ち会ってんだね。確かに。まずは青コーナー、12人選手から対戦してください。続いてフェイスフェイスでお願いします。ありがとうございました。両選手、退場してください。やっぱさ、バンさんとさ、ユーバさんとさ、結構大人だね。やっぱ睨み合えてるからさ、大人のなんか格闘技みたいな感じ。
すごいな、なんかそうそうたるさメンバーがさ行ってさ、本当に真剣じゃん、空気感ガチやな、でちゃんと体重制限も本当にちゃんと渋谷に守ってきてるね、みんな平等っていうかやらせ感全然ないない、ガチだよ、ね、京介も出たくなったじゃん、やめとけ俺も変装しとって気づかんかったぞ、すごいな、さあぞーキャラが変わった、沢田は何しに来たんだ沢田は、お前は選手じゃないだろうが、裏方だからな、サーチュム、サーチュムの裏方、いやーサーチュムの相手筋肉質のこんなんやったよね、でも勝てる、でもサーチュム結構俺あのスパーリングしたよ、結構強かった、サーチュム気が強そう、うん、気強いし多分技術もあると思うから、あ奥さんどう、めっちゃ緊張しとって、沢田くんさ、サーチムと一緒におるんやったら、多分ジム一緒やと思うよ、坂口ちゃんと、おったやろ、はい、いた、おったやろ、強い弱い、勝てる、だからもっとお互い、多分もう本当根性じゃない、あーなるほど、うん、もうお互い初心者やから、そうだよね、うわーいいこと聞いた、ちょっと自信が、俺も朝から飯も食えんかった、セコンドつく、楽しみやな、おぉ木下さん、初めて、わかりますね、わかるよ、いや、もう、わかるよ、わかるよ、炎上対決で言ったらもういい勝負するんじゃないですか、実は連絡が大変身の相談で、はい、はい、相談です、面白い、はい、めちゃくちゃ面白い、前ですよ、また声です、いい、こちらこそ、面白すぎる、実在すんねんな、するんすよ、突撃したかったんすよ2年前、メンタスコーラでウィーってやりたかったんすよ、やめてよ、俺だから渋谷行かなかったやん、いや、そうなんすよ、俺おるわ、ヘズマと思って行かなかったって何回もあるわ、え、見たことありますあるよ、あるよ、あるよ、渋谷で、あります、やばパワフルプロ野球やんかも、会社でも、あれっすね、でもポリゴン体系やから、さんとか優しいっすね、みんな本当に優しいっす、乗ってくれるんか、なんか好き好き言ってくれる、うん、好き、めっちゃ好き、おお、やばっ、実は優しいっすか、いや、わかるよ、わかる、それが見え隠れしてんのよ、ちょっと、低評価、また更新しますよ、うるさいやめなさいよ、低評価が低評価いじるんじゃないよ、ありがとうございます、何やら何やありがとうございます、引き続きよろしくお願いします、めっちゃおもれ、ありがとう、さあ、ありがとう、絶対、そっちも勝ってね、俺も勝つ、ありがとう、おー、坂田さん、坂田です、坂田さん、やっぱどこでもどういう YouTube 界隈のどこの、いや、なんか、坂田ちゃん仕事っぽい感じでお願いされて、あ、そうなんですか、そうそうそう、なんか、あ、整体ですか、いや、整体じゃなくて、今回なんか、いろいろいらっしゃるじゃないですか、はい、なんか、招待したりとか、あ、アテンドです、そうそうそう、アテンドって言ってるのか分かんないですけど、分かんないですけどね、確かに人脈やばいですもんね、そうなんか最近、坂田さんの飲み会してないからな、なんか寂しいなと思ってたんですよ、あんまやってないですよ、ね、やってない、全然、仕事忙しいですか、仕事もだし、なんか忙しそうだからね、動画撮ってこれ動画です、沢田くんチャンネル、沢田くんチャンネル、ぜひお願いします、生態も行きたいです、来てくださいよ、本当に始まりました、これもうガチの裏側だね、すごい超裏側だと思う、吉田くんと江戸くん、江戸くんも美咲さんの YouTube の立ち上げの時に1回コラボしたんで、果たし合いっていう堀江もさんがやってる万博のやつで美咲さんも試合させてもらってる江戸くんがブレイキングダウン出るんで、かつ吉田くんもね1回ほのかのチャンネルでコラボさせてもらってるんで、すごいなんか知り合いと知り合いが戦うからね、どっちも応援したい、ライト級71kg 契約キックルールスペシャルワンマッチを行います、お疲れ様です、あ、ちょっと、すみません、はい、お疲れ様です、ちょっとこちらで、あ、戻ってた、ただやとか言って緊張してる、え、まだね、今のところしてないのよ、おお、そう、今多分10試合目くらいだよね、うん、10試合目で、私が19だから、そうよね、あと9、2試合目、うわ、俺さ、俺本当にマジの友達だからさ、うん、なんか本当にいや、そうだ、安心して大丈夫だから、大丈夫大丈夫、マジで余裕余裕絶対勝つから大丈夫、しかも俺サーチュートスパやってまあまあ殴られた、まあ、そうだね、うん、まあまあ、練習してもね、一緒にね、絶対勝つからな、絶対勝つだ、うん、頑張るね、ファイツファイツ、はい、ちょっと今控え室ついたんで、コメント見るかな、と潜入しようと思います、モニターで見てる、で始めて、メガネたちょっと痩せたね、全カットされたんですよ、
はい、小宮です。はい。仕上がってますか？何時から来てるの？17時くらいだよ。バカ長いね。今何時？10時半。結構時間だ。ちょっと楽しみだな。どういう風にするんですか？いや、もう最初からガツガツ行ってぶん殴って、ダウン取るかどうかって結構運がある。1分だから。うんうん、1分だもん、短いもんね。そう。だただそんな中でも必ず倒しきりたいなと思ってるから。そっか、ちょっと楽しみ。期待します。ありがとう。プリーズ。何してるんですか、今日は。今日は何がかりですか？秘書、お手伝いさん、ミオさんです。いつもお世話になってます。サータくんチャンネル、サータくんチャンネル回してない。でも、ミサチさんはどこ行った？ミサチさんなんか消えた。うん、はい、畑も探してる。あ、畑も探してる。そう、ああ選手たちもね、さっきまで緊張してる。そう、さっきまで練習してたね。バシッてみんな見てるから。かわいいね。かわいいかな。今なら倒せそう。今なら倒せそう。後ろから。どうぞ。じゃあ、今日お疲れ様です。久しぶり。久しぶりです。ちょっと仕上がってますか？あ、まだこっからやけどな。俺昼過ぎやねん。3時過ぎやから。まだ先っすね。うん、だから俺まだ昼前やろ。全然時間ありますね。そうだ、どうしようかなみたいな。結構練習したんですか？1ヶ月はとりあえずみっちりしたよ。おー、すごい。うん、まあ俺 YouTube でもロケが多いからさ、はいはい、外の遠方ロケが、はい、帰ってきて速攻ジム行ってみたいな。確かに、そうっすね。最近外ロケ多いから、うん、結構練習マジスケジュールむずかったけど、やった。ちょっと気持ちで頑張ってください。うん、もう気持ちで行くわ、1分だから。そうっすね、1分っすもんね。うん、もうちょっと待ってられへんよな。確かに。ちょっとなんていうの、牽制ができひんというか。確かに。ガン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 で。そうっすね、もう時間すぐなくなりますもんね。うん、とにかく1分しかないから出し切りたいっていう思いが一番強い。パワーを残したくないというか、はいはい、うわー、もうちょいできたなじゃなくて、はいはい、勝っても負けてもな、はい、もうどんだけでも出し切りたいな。ちょっと盛り上げたいと思ってるんで、応援よろしく。お願いします、頑張ってください。ありがとう。お疲れです。お疲れ様です。長くです。もうね、もう結構緊張してる？そうでもない。さすがに慣れました。慣れた、やっぱり。さすがに慣れました。何試合目？27です。あ、めっちゃ後半だね。もうさっきまで爆睡こいてましたからね。やばいね。余裕？余裕ってわけじゃないですけど、ちょっと僕が寝た方がパフォーマンス上がるんで。あ、そういうことね。そうなんですよ。もうね、イメージついてる。いやー、全然ついてないですね。なんか本当、うん、もう結局、うん、考えてたことなんてできないんですよ。なるほどね。はい、大体できないんで、本当にその場の成り行きで、もうやっていくしかないかなって感じ。そういうことね。もうその雰囲気でノリでね、はい、やっていくっていう感じか。そうですね。まあまあ、本当ポコポコパンチしますよ。頼むで。もう負けたらもう俺やめかけの恥ずかしいし、もう後悔したい。絶対やめてください。絶対やめてください。ありがとうございます。楽しみ。頑張ってくれ。よろしくお願いします。ありがとうございます。どう、今までもうお昼過ぎですけど。いやー、なんかね、いいね。よかった。うん、男と男、まあ、女と女の、うん、もうなんか本気の1分間って感じやん。試合終わった後は本当にありがとうって言ってリスペクトして煽り合ってても、なんか試合終わったらなんかありがとう。いや、本気でやってるよね、みんな。どうこの控え室とか見てどう、うん、印象は変わった？変わったっていうか、緊張感結構すごいよ。あ、それは朝からね、ピンピンにあったよ。ピンピンにあるから、なんかリラックスしてる人もいるだろうけど、これ朝からさ、朝早かったやん。めっちゃ後半の人ってこの集中力をずっと維持するの本当きついと思うからさ、山川くんみたいに寝るとかしないとなんかよくわかんない感じになりそうだよね。確かに。これをね、いろんな方々を いいぞ、避けられた、全部避けられてる。お疲れ様です。お疲れ様です。ツッツンさんのチャンネルのあやとさんです。ツッツンのチャンネルのあやとさんではない。違う。ツッツンのチャンネルではないから。宮迫チャンネルの西木田です。あやとさん、久しぶりですよね。確かに前のブレイキングダウンの会場で会ったのかな。あ、そっか、それぶりじゃないですか。それぐらいぶりかも。確かに、最近会えてない、寂しい。お願いします。え、今日は何のあれで？今日は美咲さんと、うん、まあ、カメラとか結構親しい人にちょっとお会いしに行こうよ。なるほど、なるほど。どうした？澤田チャンネルの調子は？鬼良くないっす。鬼伸びてない、どうしたらいいですか？教えてください。お金を騙されて取られたっていう動画も上げてたけど。ああ、そうです、はい、秘宝が続きました。なんか占い行ったら最近運気上がるって言われたんで。ああ、なるほど。占いとか信じないんだったんですけど、はい、信じるよ。
最近なんかボクシングとかキックボクシング始めたの？あ、そうなんですよ。ちょっとブレイキングダウンに出るかもしれないけど、いや、そこはちょっと今見てもここは僕の場所じゃないそう。だでも矢坂さんのコールとかマジうまいっすよね。いや、もうめちゃくちゃうまいっすね。あれは本当にもう毎回次の日喉死んでますから、それぐらい全力でやってますあの人。いや、またまた後でゆっくり、はい、よろしくお願いします。すみません、お邪魔しました。ありがとうございます。そう、ナイスナイス、めっちゃ浅い。それ、そう。はい、ということで夜になったねマジでちょっと昼ぐらいに帰ろうかなと思ったんだけど、もうめちゃくちゃ見入っちゃったな。格闘技やってるやってないに関わらずバリモチベ上がった。なんか本気で集中して1分間すごいもう戦ってっていう、はいはい、熱狂具合に、はいはい、なんか俺も頑張らなあかんなとか、仕事とか、まあ、勉強とかいろいろあると思うけど、すごいね刺激をもらいました。ブレイキングダウンさんありがとうございます本当に本当に最高でした。ブレイキングダウン出てた皆さんも本当に本当にお疲れ様でした。マジでもう感動しました僕は。身内の人でもね、ちょっと俺はね戦ってる姿を見てね泣きそうになったシーンがめっちゃあったんだけど、もうそうじゃない全く知らない人でもなんかすごい感動したんで、まずは本当にお疲れ様でした。もうこれまですごい努力されてきたと思うんで、今日はゆっくり休んでほしいなと思いますし、僕も頑張ろうって思いました。今日はお酒を飲みますこんな感じで動画を終わらせていただきます。ありがとうございました。